こんにちは、大島です。それでは、今日はですね、僕がどれだけノウハウコレクターだったかと、いうことをですね、ちょっとご説明したいと思います。ですね、結構、インターネットビジネスではですね、結構高額な塾だったり教材が多かったりするんですけども、まあ、実際ですね、こう僕も一応ですね、いろいろな投資をしてきて、それで、やっとですね、独立をして、まあ、今はですね、起業することができたんですけども、まあ、実際そこまで行くやつらはどんだけお金を使ったのかということの一例として、まあ、参考にしていただければなと思います。はい、まずですね、僕の初めですね、ちょうどですね、僕は約1年ぐらいかかったんですけども、まず初めにサラリーマンをしていた時期に、まあ、副業感覚でですね、やろうと思いまして、いきなりですね、この時に30万円 の塾でも何でもない、なんかそのこう教材を買ってしまったと。だから今で言うと本当に買ってしまったという感じなんですけども、ネットビジネスでいう、もう なんていうんですかね、こう 最終系のノウハウみたいなのを買ってしまいました。やっぱり30万円ですね。でもこれはプロダクトローンチっていう、プロダクトローンチフォーミュラーというやつを買ったんですけども、これはですね、実際、ネットビジネスやってみれば分かるんですけども、これですね、プロダクトローンチという手法を使って、まあ、商品を販売しましょうという教材なんですけども、これはですね、一番もはやレベルが高い、こうノウハウな、わけですね。でこれをこうやるには、まあ、こういろいろなノウハウがあって、まあ、成功事例とかもあったりとかして、でもある程度こう自分にリストがあったりとか、人脈があったりとかっていう風な感じでいろいろもう構築されてきた時に、まあ次の段階だなみたいなやつでこうやるやつなんですけども、これをですね、まずネットビジネス何も知らない時に30万円で購入してしまったということで、これも一切何にも使えなかったですね。もうわけわかんなかったね。もうとりあえず商品作ってリスト集めて、ランニングページ作って商品販売しましょうみたいな感じだったんで、もうリストがそもそもわからないという、この時一応サラリーマンですけども、ラーメン屋だったんですけど、ラーメン屋の時で、この時に、まあ、これを買ってしまったと。でですね、まあ、全然使えずにうわーとなりまして、やっぱりネットビジネスは詐欺かと、こうやっぱ高額で、これ僕もなけなしの、ね、お金を払って買ったわけなんで、まあ、これを使ってですね、全く使えずに、まあ、勉強にはもちろんなりましたけども、これ使えずにですね、終わったというわけで、でもうこう、まあレベルが高かったんで、やっぱりネットビジネス難しいということで、次はですね、じゃあもう一からネットビジネスを教えてもらえるところにやっぱり入らなきゃダメだということで、何やら有名な方々がですね、出している塾とかいうやつがあるらしいということで、この塾に入ったわけですね。これがまあちなみに与沢塾、2期から3期の間にある IBS っていうスクールなんですけども、これが24万円ぐらいですね。はい、これ24万円ぐらい投下しました。でですね、ここでですね、まあ、すごいいろいろこういろいろなことがあったんですけども、まあ、ここでですね、実際、まあ、確かにこのノウハウも素晴らしいと、
素晴らしいと素晴らしいノウハウでもあったとは思うんですけども、まあ、僕の知識も足りなかったということもありまして、できなかったというのはあったら反面、まあ、実際サラリーマンで安定的な収入が入っているから、まあ、しかも結構いい給料をもらってたので、その時サラリーマンの中でもですね、まあ、この時24歳ぐらいの時からですね、結構割といい給料をもらってて、でその子に至るんですけども、やっぱり安定的な収入が入ってて、でこう結構いい給料が入ってて、そこでネットビジネスを帰ってやるっていうのは、なかなか難しいということにちょっと気づきまして、まあ、これで、まあ、もちろん株式投資とか不動産投資とかも勉強してたんですけども、結局ですね、全て中途半端に終わってたというのがそもそもあったので、ここでですね、思い切って、会社を辞めようと。で、会社をここで辞めたわけですね。はい、で、会社を思い切って辞めたのと同時に、まあ、この塾を、まあ、ちょっと気合入れてやろうということで、こう始めました。でですね、ここでですね、まあ、3ヶ月の月日をかけて、まあ、やったんですけども、この3ヶ月の月日で、ですね、猶予が1ヶ月、ありまして、で、これですね、まあ、僕の目標としては、この目標は、まあ、この4ヶ月間の間に、月収100万円ぐらいアフリエイトで稼げるんじゃないかという、まあ、夢と希望があったわけなんですけども、くしくもですね、稼げたのは、結局6000円ということですね、まあ、全然こう稼げなかったわけですね。まあ、その結構本気でやってて、普通のっていうか、他の人たちよりもカリキュラムもちゃんとこなしてましたし、宿題制になっていて、宿題やらないとこう先に進めないというのがあったんですけども、こう宿題を、まあ、一番最新の状態でこなして頑張ってやっていたという感じでしたけども、まあ、6000円という結果に終わってしまいました。で、ここでですね、どうしようと、ここで悩みました。これまた、この時点でもう54万円ぐらい使ってるわけですから、これで、まあ、どうしようと、やっぱネットビジネス稼げるのか詐欺かと、またこう、ここで、こう落ち込んだわけですけど、ここでまたですね、ここ、まあ、IBS 卒業して、まあ、すぐですね、まあ、セミナーをやった方がいいと。セミナーをやった方がいいと、この塾で言われてたんですね。言われてた時にちょうどですね、まあ、僕が参加したですね、まあ、6000人セミナーっていうのがあるんですけども、その6000人セミナーで、こう一番最後のこう商品が、セミナー講師で稼ぎましょうみたいな。セミナー講師になって稼ぎましょう。で、まあ、このノウハウを学べば、まあ、誰でも簡単にセミナーもできるし、セミナーで稼ぐこともできるという商品が、10万円ですね。これちょっと見にくい。10万円。はい。ここで、10万円を使いました。それでですね、ちょっと今思い出して忘れてたんですけども、ここ の塾 この2ヶ月目ぐらいに合宿っていうのがあったんですね。その合宿がまず60万円でした。はい、でこの時点で、114万円で、それが、まあ、終わって、でさっきの話もありますけども、でプラス10万円使ったと。はい、で、その後に、なんだこれ10万円使って、で、まあ、セミナー講師を学びました。
学んだんですけども、まあ、実際ですね6000円しか稼いでいれませんので、まあ、なんかセミナーとか実際できるのかみたいな、ところになりまして、でここでですね、またちょっと路頭に迷った部分があったんですけども、これからですね、結構こう期間長かったんですけど、ここでまあメンターというかですね、ここである人に出会いまして、ここでですねノウハウを買うのをですね一気にこうやめたということですね。ここでですねノウハウ買うのをやめて、でですね、まあ、こう稼ぐっていうのを一回やめまして、メンターに、メンターというかですね、こうすごいなと思う人が現れまして、でそこでですねこうノウハウを買うのをやめたということ でそこからですね稼ぐということに、まあ、一旦フォーカスをせずに、まあ、この辺のですねこうつながりというかっていうのも一切ちょっとシャットアウトして、まあ、一回この方がですね、そのウェブ集客のコンサルティングをやっていましたので、ちょっとウェブ集客のコンサルティング、僕昔その飲食店ずっとやってましたんで、ウェブ集客のコンサルティングをちょっと学んで、この今までやってきたものを生かして、まあ、その法人の方向けにこうウェブ集客の、まあ、コンサルティングができるようにと思います。この人はアフィリエイトとかももちろんやっていて、もういろいろやられていて、もう基本ずっとこう結果出してる方なので、まあ、それを教えていただきながら、まあ、そのネットビジネス の本質っていうものを、まあ、この人にこういろいろ学んで、いきました。で、この時はですねまだ全然、こう稼げていませんでし、いなくてですね、でこの後に、20万円のコンサルを受けまして、でここでですねコンサルを受けて、3ヶ月後ですね、3ヶ月後に、まあ、独立ができたと、いうことで、まあ、このコンサルを買って、まあ、独立して自分でこうビジネスをこうやっていくと、やっていってっていう感じで、まあ、この今までですねこの投資したこの全ての金額がですね今こう独立して自分のビジネスをやるっていうことに対して、まあ、全てこう武器になって結果的に結果オーライということには最終的になったということなんですね、はい。で今までので、結局ですね、まあ、どれだけ僕が、企業にまで、独立して、まあ、起業して、まあ、コンサルタントとして、まあ、こうやるまでに、どれぐらい使ったかというのを最後にまとめます。まず最初に30万円、その後に24万円、バックエンドの集約旅行が60万円、その後10万円はい、合計ですね144万円使ったと、いうことになります。でですね、まあ、これをですね、まあ、僕もここの最初の時期に、まあ、まあそもそも30万円は高いと思っていて、まあ、ここも払っても高い、もうここになっちゃったらもうここまで投資したらどうしようかと、これ回収できんのかなと
実際ここまですごい残ったわけなんですけども、まあ、結果的にですね、まあ、これぐらいの投資を、まあ、ビビってはいけないと今となってはすごい思いますし、まあ、逆にですねこの114万円ここまで投資したお金っていうのはですね今すべてつながっていて、すべて結局役に立つということで、でも本当にこう経験したり投資したりして、まあ、自己投資したりとかして、どんどんやっていって、いろいろ結果が出なかったりとかすることもあると思いますけども、まあ、諦めずにですね継続して、やっていって投資して、まあ、頑張って、ずっと諦めずに続けていけば、まあ、回収もできるし、全て、まあ、こう点が、ね、こう今までこう結果出ないっていう、まあ、こう点がですねこう最終的にこうつながっていくと、いうことですので、まあ、自己投資をですね、まあ、高いと、まあ、普通に考えたら高いですけども、まあ、成功したいとか、まあ、お金を稼ぎたいという方であれば、まあ、これぐらいの投資はですね全然、やっていって、まあ、諦めなければ、全部最終的にはつながるということですので、ぜひですねどんどん自己投資していってほしいなと思います。それでは以上になります。ありがとうございました。